しげしげチャンネル。こんにちは、ふみです。今日はですね、パズドラを今から始めるという初心者の方に向けての動画になるんですけども、鬼滅の刃のコラボ鬼滅の刃のコラボが決定して、新しく始めようとしている方が結構いらっしゃると思うんですけど、どのキャラがいいのとかわかんないと思うので、余ってる端末があったので、ちょっと一緒に一からやっていきたいなと思います。では、ようこそパズル&ドラゴンズの世界へ。このゲームはモンスターと一緒にパズルの力で冒険するゲームです。世界中のダンジョンを冒険し、伝説のドラゴンを見つけ出そう。伝説のドラゴンって何なんでしょうね何年もやってるけど未だに分かんないな。さあ、チュートリアルいきます。冒険の舞台、なんか懐かしい。ようこそ。まずは画面の説明をするね。これがドロップです。3つ以上揃えると消せます。あ、すごい優しい。あー、コンボスキップがない、懐かしい。これで攻撃してくれると、よし、自力で進めろと。あ、もうシュインシュインシュインが懐かしいな。1コンボでも抜けたりする。おお、チュートリアル簡単でいいね。じゃあその2やっていこうか。今回は敵の攻撃について説明するよ。あと2と表示されてるよね。ドロップを動かすとこのカウントが減るんだ。減りましたね。ゼロになると攻撃してくる。ハードを消すと回復するよ。クリアーかな。 OK。 モンスターを編成してみよう。パワーバンクルを入れます。さあ、これで新しいその3いきましょう。黄色いドロップを操作して、黄色いドロップを5つ揃えてみよう。こうかな。よし。さあ次、属性の相性について説明するよ。ドロップにタッチした時、敵モンスターに注目。おー、このね、上になってるのと下になってるの。上になってるのが、相性がいい。攻撃が入りやすいやつですね。すごいな、こんな丁寧なチュートリアルだったっけな。全然覚えてないんですけど。さあ、クリアして、あ、かなり上手くなってきたね。次がいよいよ最後の練習ステージだよ。とっておきの必殺技、このね、光ってるやつがスキルが使えるよって合図なので、これを押してもらうとスキルが使えると。おー、そのね、状況によってスキルを使い分けていきましょう。いいよー。オッケーイ。手に入れた魔法石はゲームの様々なところで使えるよ。試しに、あ、もうこれ使っちゃうんだね。強制レアガチャ。強制レアガチャ何？ダイヤ。レアガチャってダイヤ出るよ。あ、トールいいじゃん。いいじゃん。トールは当たりでしょ、全然。さて、チュートリアルが終わったところで、この、魔法石受け取ってこうか。え、すごくないこれ。え、すごいんだけど、こんな一気に受け取ったことない。こっからですよ皆さん、一緒に始めてる皆さん、ここでいいのが出るまで一緒にリスマラしましょう。超絶スーパーボトフェス10回引いていくんですけど、10回で終わるわけじゃなくてですね、これが10のうちの最後にまた10連が引けるか、5連が引けるか、3連が引けるかで、10連ガチャドラと5連ガチャドラ、3連ガチャドラっていうのが出るんですよ。それ次第で無限に、無限じゃない、無限ではない。どこまでいけるか勝負ですよ、これは。皆さんが気になっている当たりキャラですけども、今の環境ですと、やっぱ変身キャラがすごい強いから、私のおすすめで言うとパスカ。パスカいて困らん。パスカはマジでいて困らんので、私はちょっとパスカ引くまでちょっと、ミスマラしようかなって思ってます。鬼滅の刃
コラボで、パズドラ始める方も多いと思うんですけど、そのキャラがね、そのキャラもそのファスカっていうキャラとめっちゃ相性が良くてですね、持っておいて損はないので、鬼滅目的で始めたよって方もファスカは絶対に取っときましょう。この10連ガチャドラをリセマラしてということで、私もファスカが出るまで行きます。あーファスカ、あーファスカ一発出ないかな、っていうか10連ガチャドラ出ないかな、これ全部止まるの楽しい。おい、いきなり風神やん。いいよ、出だしいいよ。さあ動いてくれ、動くねー、雨の実の楽しい。いいよ、ファスカ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 、おお動くねー、アレス、オロッチ、オロッチはいいよ、オロッチは威嚇が強いから。いやーすごいな、ほぼ全部全部動くもんな。おお、つくよみ、ファスカファスカ、あーイズイズ、ファスカファスカ、あーハーです、アラクシュミ、ラクシュミ、ファスカファスカ、大魔女大魔女、あーあー5回、まあ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 、5回の中でファスカが出ればもう大勝利、ファスカが出ないとやり直し、ファスカが出るまで帰れません。ファスカファスカファスカ、大魔女大魔女、ヨグー、あ早速かぶる、あーオーディンあーパールバッチ、パールバッチさん10連来い、あ3回、オッケーオッケー、でも続いてるからいいよ。さあ続いてもうどんどん引いていきます。3回、ファスカ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 、大魔女ファスカ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 じゃない、はいファスカ、おいアオソギア、はいはい、あ出ない、あ出ない、出ない、よしリセマラ、またチュートリアルからやってきます。ファスカが出るまで帰れません、ほい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 、願い、お願い、シンデレラ、あー強かった闇ネタ、かつては強かった闇ネタ、あーレイラン、え、レイランいいよ、武器があるキャラはね何体あっても止まらん、あーレイラオロチ、レギュラーメンバーか、あーいいよ、ラファエルも無効化強いよ、しかし、あーバステトも悪くない、大魔女来い大魔女、あーシリアスね、シリアスね、最近使ってる人見ないな、ファスカ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 、あーシアト、あーこの人なんだっけ、さあファスカ、あースクルドだっけな、10連来い10連来い、3、まあでも言うて3から10が出る流れでしょ、これは3から10連ガチャが出る流れ、まあここでファスカが出てもいい、ファスカが出てもいい、あパンドラ、ファスカ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 、あー出たよ10連 あっさり開いた3、ファスカか10連ガチャドラください、ファスカか10連ガチャドラください、ファスカ、あー、名前が出てこない、違うんだよ、あー、まあベロアは当たりあ、大魔女出たやん、あ来い、ファスカ来い、ファスカ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 、ファス10連、ファスカが出ないと私寝れないからさ、今午前3時ですけども、
はい、これ。だんだんだだんだんだん。楽しいんだけど、辛いけど、やめない。10連ください。3からの10見たさある。おぉ、やっぱりこっから10。時代はこっから10。こっからのファスカ熱いよ。こっからのファスカ熱い。さあ、ファスカそろそろお願いしてもいいかな。お腹空いてきちゃった、私。うん。作ろう。終わりで良くない？良くないか。うわぁ、ペン出たんですけども10連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 お願い終われない。10連10連お願い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 。大満足の大満足の大満足。お願いお願いお願い。5回。もうティフォンかぶり。いいよ。マジで出ないんですけども、結構ねしんどいかもしれない。ニセマラうわー、でも運が良かったら全然一発で出るんだけどな。編集も大変なんだってこれ。あ、首が止まらないよ。大魔女ファスカ、大神風神ファスカ、あ、それはさすがにね、ファスカ。皆さんに残念なお知らせなんですけども、時間と私の体力的にこちらの超絶スーパーゴトフェスで最後のリセマラとさせていただきます。いや、こんなに出ないとは思わんかった。最後って言ってれば、出る説ないかな。せめて、
せめてアテンとか、どう？いや、バクシーだけはやめてほしいな。バクシーは避けたい、さすがに。ピエン、ピエン、かぶるの早いの。ピエン、ピエン、たたたた泣いているときは。今んとこ結構な爆死な感じするけども、イシス、イシス、おお、3回。私は信じてる。最後まで諦めない心、諦めない、諦めない、やめて、やめて、諦めない心、大事にしていこう。おお、まだ私は10連ガチャドラを諦めていない。あ、インドラいいよ、インドラ、ほい、ということで、今日はね、今日はわかんないけど、後日やるかは知らないですけども、私はちょっと時間と体力の都合上ここまでとさせていただきます。本当に申し訳ございません。このタイミングで始めたよって方は、本気よくファスカを出していただきたい。これは間違いなく、本当に間違いなく、ファスカは絶対にリゼマラしてください。まあ、超転生とかね、極性しか出ないから、もう、強いは強いので、被ってもあんまり売却しないようにね、お願いします、あと。ということで、本日はこの辺にしておきます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、さよなら。